管制点が隠したあの漁船のテープはもちろん特定秘密には当たりません。問題はですね、あの時にも発生したわけなんですが、つまり誰がその判断をしたのか明らかではありませんね。菅総理なのか、戦国官房長官なのか、福山官房副長官なのか、誰が本来公開すべき、国民の皆様にも公開をし、世界に示すべきですね、日本の立場の正しさを示すテープを公開しなければならないのに、公開しなかった、間違った判断をしたのは誰か、このことも皆さん分からないじゃありませんか。しかし、今度の法律によってですね、そもそもこれは特定秘密にはなりませんが、もし特定秘密としたんであれば、その責任もすべて、所在は明らかになるわけでありますし、5年ごとにですね、それはこの指定が解除されるかどうかということについても、チェックされることになるわけでありまして、大切なことはですね、しっかりとルールを定めて、保全をしていく、保全はきっちりとしていくということではないと思うわけであります。そして当然、そうした特定秘密もそうなんですが、秘密文書は歴史の判断を受けなければなりません。つまり国立公文書館にですね、スムーズにそれが移管される、そのルールも今度はちゃんと出来上がるわけでありまして、現在の状況よりもはるかに私は改善される、このように思っております。ですから、この法律が施行されれば、完成点で行った、誤った政権に都合のいい情報の隠蔽は起こらないということは断言してもいいと思います。はい、それじゃあ関口さん。ダウジョンズ関口と申します。総理は今国会を成長戦略実行国会と位置づけていらっしゃいましたが、海外の投資家の間では、減税や規制緩和がなかなか進まない中、アベノミクスの3本目の矢の弱さを指摘する声も聞こえております。特に法人税減税がなかなか行われないことに対しても批判がありますが、復興法人税廃止よりも踏み込んだ減税への、総理のコミットメントはどのようなものかお聞かせください。あと国家戦略トップでの減税の見通しについてはどうお考えでしょうか。まずですね、この国会において、産業競争力特化法、強化法、産業競争力強化法ですね、また国家戦略特区法、こうしたものも成立をいたしました。また農業を成長産業にするために40年以上続いてきた米の生産調整を見直し、いわゆる減反の廃止を決定いたしました。農業分野において減反の廃止なんか絶対自民党できないと言われてきた、これを私たちはやったんです、やるということを決めました。法人実効税率についても来年度から 2.4% 引き下げることを決めました。さらにその後の法人税率の在り方についても、グローバル経済の中での競争力等も考えながら検討を進めていきます。また国家戦略特区における税制措置についても、研究開発や設備投資に関する税制を含め、現在税調において議論をしていただいています。安倍政権の改革に終わりはありません。年明けには今後実行する成長戦略関連施策を実行計画として閣議決定し、実施時期と担当大臣を明らかにしていきます。合わせて成長戦略のさらなる進化を図るために、雇用、人材、農業、医療、介護といった分野のさらなる構造改革に取り組んでいきます。予定の時刻が過ぎておりますので、最後の質問にさせていただきます。失礼。はい、小川さんどうぞ。読売新聞の小川です。日本版 NEC についてお伺いします。日本版 NEC は外交安全保障の規定と、そして首相官邸主導の外交安全ということで、が狙いだと思いますけれども、ここをもう少し具体的にですね、外交安全保障政策に調整していた、そして関係国アメリカなどとの調整がどのように変わるのか、どのように変えるのか、お伺いしたいと思います。
関連して事務局となる国家安全保障局、これがアンバトの設置ですけれども、その局長の人選です。